大久保監督から私引き継ぎましたけど、エネオスの野球は変わってないと思いますし、私はそれは昔から大久保前監督の以前からですね、私が現役の時からエネオスの野球っていうのは隙のない油断のないプレーで全力疾走、必ずアウトって言われるまで一生懸命最後まで走り抜くというところと、ゲームセット言われるまでは隙油断与えずに、しっかりと勝ちをもぎ取るというか、そういうチームですから、そこは今も昔も変わってないはずなので、そこはしっかりと継承していきたいと。昨年都市対抗がベスト4敗退ということで、チーム状態としては決して万全ではなかったんですけど、それでも黒字式という目標に向かって、戦いベスト4で敗退と。で、新たに、そこでまたプロに行った2名とベテランと、チームの転換期ではあったんで、また一からのスタートだと。はい、そういうチーム内の競争をもう一度やって力をつけて来年臨もうというふうにやってまいりました。もう正直言ってですね、最後の最後までどうなるかわからないという試合で、途中にはですね、もう8割9割見られているお客様だとかファンの方々はもうエネオス危ないんじゃないかというふうに思われたと思うんですけども、そこをですね、なんとか踏ん張って、最終的には勝ちを、出場権得たというところで、そこはやっぱりエネオスの底力であり、今まで伝統の力かなというふうに思います。ただ途中の試合展開の中ではもうハラハラドキドキですね、正直言うと監督としては何もできなかったので、もうできたのは祈るだけと、頼むぞと、選手任したぞというしかなかったですね。はい、厳しい戦いになるっていうのはもう始まる前からもう覚悟してましたし、東芝さんも三菱日立さんも本当に死に物狂いで戦ってくるっていうのを分かった上で、最終的に勝ちをもぎ取れたっていうのは、僕個人としてもすごく成長できた予選であったと思いますし、またチームもすごくまた負けられない戦いっていう中でしっかり代表権を取れたっていうのは、若いチームにすごくいい刺激というか、今後につながる予選というか、いい経験をさせてもらったなとまた思いました。そうですね、補強選手も3名いただいて、いただいてっていうか、今来てまして、で30名 でそのうち5名、ベンチアウトになりますけども、それはですね、一体感を持って、チーム力を十分発揮してですね、で予選で出た課題についてはしっかりと改善をさせてもらって、選手一同ですね、1回戦を臨みたいというふうに思ってます。お客様には喜んでいただきたいですし、やっぱ見に来ていただいて、その選手のプレーも含めてですね、監督の動き、監督があまり動きすぎるとですね、勝敗にあまり良くないのかなというふうには思いますけど、ファンサービスといいますか、やっぱり来ていただいて楽しい、エネオスの試合を見て楽しい、もう一度見に来たいというふうに思ってもらえるような試合を展開したいですし、それを私も期待をしております。昨年ベスト4で敗退だったので、目標はさらにその上で、我々いつもこう都市対抗で優勝することを求められてますので、残りの日数でしっかりチームを仕上げて、でまず、19日の日本製紙石巻戦、そこにベストで臨んで、やっぱり今年のエネオスも強いなと、強いぞというふうに相手に見せつけたいなというふうに思ってます。はい、精一杯戦いますので、面白い試合になります。ぜひ応援に来てください。よろしくお願いします。ぜひ東京ドームで足を運んでいただき、熱い声援で僕たちの背中を押してください。よろしくお願いします。